今日はですね、似せたい人は全員集合ということで、似せるためのね、似顔絵スケッチナイトということになりますので、ぜひ最後までですね、はい、参加いただければと思います。こんにちは。こんにちは。今日も、似顔絵亀井さん、いらっしゃってます。そして、受講生の、来てますね、どんどん、続々と。こんばんは。さあ、もう少ししたらですね、始めていきたいと思いますので、今しばらくお待ちください。こんばんは。こんにちは。すごい、皆さん今日はなんか元気ですね。活発で、コメントがすごいですね、多いですね。はい、これから講義やっていきますけども、一緒にね、今回も一緒に書いていくというような会になりますけども、ぜひですね、どんどんこう参加、コメントですよね、コメントで参加していただいてですね、スキルを皆さん磨いていただければと思います。こんにちは。さあ、今日は、似せたい人が大集合して、いると思いますのでですね、似せるためのポイントをですね、まあ、以前やりましたけど、下書きはやっぱりメインで、やります。下書き、まあ、シンプルな形で図形を捉えましょうということと、特徴を3つ挙げましょう。あ、初めてですね。はい、初めての方もいらっしゃいますのでね。はい、ぜひ楽しんでいただければと思います。はい。さあ、皆様、今日も、張り切ってね、書いていきましょう。はい、そして3つ目がこの T 字を見極めるでしたりね。まあ、最後、パーツの配置、大きさ、角度。この4ステップで似顔絵の下書きが完成しますということですね。これが似顔絵を描く上で、最も間に合ったということですね。間に合いました。はい、まだ始まってません。もうちょっとしたら始まりますので、はい、大丈夫です。はい。似顔絵描く上でね、大切な、まあ、下書き。一番、似せて描くという上ではね、一番重要なんではないかなというね、下書きをやってですね、今日ちょっとペン入れまでね、ある方をペン入れしたいと思います。さあ、今、旬なあの方でございます。旬なあの方を描きましょうということでですね、下書きを一通りやってから、ある方をペン入れするというような、今日、最後、流れとなっておりますのでね。はい、初めての参戦の方が結構多いですね、今日。チャルカートさん。チョークアートですよ、バカですよね。チョークアートですよね。チョークアートさんですね。はい、失礼いたしました。はい、こんばんは。よろしくお願いします。はい。さあさあ、そろそろね、いいんではないかなと思いますので、そろそろでは始めて、いきたいと思います。皆さん、紙とペンですね。ペンと、鉛筆か、色鉛筆がいいんですね。シャーペンですとちょっと細すぎるので、鉛筆か色鉛筆で皆さんご参加ください。紙と鉛筆または色鉛筆をご用意いただいて、ちょっとスタンバイをお願いいたします。ってことですね。はい。さあ、では、そろそろね、いいかなと思います。もう5分ぐらい経過しますので、そろそろじゃあカメラを切り替えてですね、やっていきたいと思います。ぜひ皆さんコメントでですね、続々と、どんどんご参加いただければ、楽しめ、みんなでこう、楽しめるかなと思いますので。はい、ではカメラを切り替えます。よいしょ。さあ、カメラのね、聞こえとか大丈夫でしょうかね。音声よろしいでしょうか。で、カメラの位置はこれぐらいでいけるかな？さあ、今日もですね、どんどん今日参加型ですので、はい、どんどん参加していただくと、ご自身のスキルもこう上がってくると思います。参加しないで、見てるだけですとね、やっぱりなかなかね、スキルが、大丈夫です。すいません、チョークアートさん。すいません、チョークアート、パラピックさん。はい。OK ですということです。スタンバイされてるということですね。ちょっと下げて、これぐらいですかね。はい。
これぐらいでいいかなと思います。はい、ではですね、それでは今回も皆さん気持ちを高めて、やっていきたいと思います。さあ音楽も変わりましてですね、気持ちを高めてですね、あの気持ちが落ちてるとね絵もいいの描けないんですね。はい、なので気持ちを上げていきましょうということですね。はい、これで、どんどんこうテンションを上げてですね、テンションが上がればいい絵もねどんどん描けるということなんですね。なので、あの、この気持ちを整えるというものが非常に大事になってきますということで。はい、まあ、今日はですね、偽で描くスケッチナイトということですね。偽たい人が大集合されているということですので、今日はですね、偽るためのポイントをですね、どんどんやっていきたいと思います。紙とペン用意しました。はい。はい、こんにちは。あ、じゅんさんも、じゅんさん、こんばんは。はい。ということでやっていきたいと思います。さあ、皆さん、いきますよ。では、まずこちら、私がね、いつもお伝えしているのこちら、4つのステップですよ、ということですね。まあ、この、本当に、似顔絵、似せる上での、この、基本です。基本。この4つは基本であれば、ある程度の似顔絵はですね、似せて描けるかな、ということ、基本をぜひ皆さん覚えてくださいね。輪郭を1番、輪郭シンプルな形で捉えましょう。丸三角四角、ね、シンプルな形で捉えましょう、ということですね。ちょっと待ってくださいね。はい。捉えましょう。そして、次。二つ目、特徴を三つ挙げましょうということですね。はい。特徴三つ。これね、目が大きいですとかね、髭があるとかね、メガネとかそういうので大丈夫です。これですね、この後、やりながら聞いていきますので、皆さんコメントでぜひ、参加いただいてですね、ここがポイントです。ここが特徴だと思います。ということでね、どんどんアウトプットしていただくといいかなと思います。はい。あとですね、これ見てるだけですと、本当にね、なかなか身についていかないんですね。よく、声でもいただくんですけども、はい、YouTube を見てですね、ちょっとできると思い込んでいましたという方も中にはいらっしゃいましてですね、実際にですね、書かないと、やっぱり上達はしていかないんですね。なので今日もですね、皆さん、ぜひ、この今23名いますけど、23名、ペンと紙用意していただいて、書きましょうということですね、一緒にね。はい、で、これ T 字も読み取りましょうということですね。で、ステップ4は、パーツの配置、大きさ、角度の、これをしっかりモデルらしく当てはめると、似ますよ、ということです。はい。これ3番のね、T 字って何ですかということで、ちょっとね、わからない方もいると思うんで、ちょっとやっていきたいと思います。はい。T 字はこうです。はい。T 字。これ T ですね。T なんです。まあ、横棒がですね、この、目の幅のことを表してますね。はい。目の幅をこの横棒です。はい。まあ、なので、目が離れてれば横が長い T 字さんですよね。で鼻がこのように、鼻がこれ縦なんですけど、鼻が長ければ縦長の T 字さんということでね。はい、こんな感じで、人間はこの4つに分類をされますと、言われてますね。はい。まあ、横長 T 字さんね、ちょっと離れ目での方が、これ三浦大地さんとかですね。はい、離れ目で強調されている方がいれば、こちら、縦長 T 字さん、これ僕です。はい、縦長 T 字僕です。はい。皆さんはどれでしょう？皆さん、自分これだなと思うのをちょっと言ってみてもらう。横長、縦長、どっちも短い。それか、どっちも長いですね。この4つにしか分かれませんということですね。はい。なので、皆さん、どれに当てはまるか分かりますかね。はい。これを絶対当てはめてね、似顔絵描いていただくとですね、そっくり描けます。逆に、これ間違えると、似ませんという事件が起きますので、これ見分けられるようにですね、まあ、今日、実際に描きながらですね、これ解説していきますので、これ基礎です。似顔絵、似せる上の基礎。はい。これをやっていきましょうということですね。はい。まあ、こちら、ビートたけしさんとかこんな感じです。まあ、これ僕でしたり、前田敦子さんもこのタイプですかね。はい。鼻長くて、目が近めの方。で、ここビートたけしさんとかね。浜田さんとかもこんな感じですね。目近くて鼻も近い。とかね。一応短い T 字。それでこちら。これがですね、これがですね、芸能人の人気、ね、ランキング、ベスト3、トップ3とかに食い込んでくるのが大体このお顔なんですね。どちらも長い T 字さんです。はい。こんな感じでですね、4種類あるんですけどもね。はい。ほんとこれはですね、ガンちゃんですとかね、男性ラビ、ガンちゃん、須田まさきさんとかですね、上戸彩さんとかですね。はい。石原さとみさん。なんか可愛くも見えるし、綺麗にも見えるみたいな方がね、これに入ってくるんですね。はい。これはですね、まあ、オンラインレッスンでは、詳しく解説はしてるんですけど、今日はちょっと時間の関係でですね、これぐらいにして、次行きましょう。はい、下書きです。今日下書きやりますけども、ね、どう書くんですかと
いうことですね。はい。これも私のお手本、ステップバイステップで持ってきてます。まず白紙から始まりまして、まず簡単な形図形でね、こんな感じで輪郭を、シンプルな図形。鶴瓶さんで言うと、上が丸で見えて、輪郭が、こういったね、ホームベースみたいな形に見えます。シンプルでいいんです。これ、忠実に再現していると、時間がかかるのと、可愛くなくなるんですね。はい。なので、簡略化して、ね、短時間で描くためには、こういったね、シンプルに図形で捉えましょうということですね。はい。で、目線に横棒、センターラインを、ま、こう引きますね。で、まあ、耳なんかも描いたりして、次ステップ、これ、ま、髪の生え際描きましょうですね。ステップバイステップです。皆さん、この手順で、こんな感じの、ね、描き込み度合いで、具合で、描いてくださいね。はい。そしたら、まあ、メガネある人はメガネ描きましょうですね。で、これ配置大きさ角度とかですね。これ垂れ目さんですね。とかね。眉毛も垂れてますね。眉毛ちょっと太いですね。とかね。目は近いですね。とかね。はい。で、こんな感じで鼻も短めですね。とかね。鼻大きいですね。とかね。で、あとは口が横に広いですね。とかですね。こういう風にこの手順でこれぐらい、最終これぐらいの下書きにですね。ここまででだいたい1分で持っていきましょうってことですね。はい。1分でここまで持っていければ完成までがなんと15分、20分ぐらいで。完成します。はい。似顔絵でですね、よく1時間とか2時間かかるんですよねっていう方、3時間かかるんですよねって方、いらっしゃいます。生産性がね、全然違うんですよね。まあ、リアルかもしれないんですけどね、そちらの似顔絵の方が。まあ、好みもあるんでね、まあ、私はこの簡略化した可愛らしいですね、結構日本人の受けがするようなね、こういう可愛らしい万人の方が好きなような、このタッチを今、僕は、皆様にお伝えしておりますということですね。はい。まあ、あとはこんな感じですね。はい。こんな感じです。この方、まひるさんであれば、これぐらいの下書きでいいですよ、とかですね。離れ目ですね、とかね。この方は、もう、だいぶ離れ目です。芸能界切ってのトップクラスの離れ目さん。ということで、垂れ眉ですね、とかですね。目はしっかりと、見た人が、誰でも見た人がわかるようなぐらい、やってあげるっていうのが大事です。もう、これ誰見ても離れてますよね。はい。ということで、鼻すと。で、鼻もちょっと横に広くて大きい。で、口がさらにもう横に大きいですよね。はい。ということで、これぐらいの書き込みでいるので、これから皆さんで一緒にやっていきます。ちょっと前置きが長くなりましたけども、はい。では、皆さん、準備はいかがでしょうか？はい。やっていきたいと思いますね。はい。まずはね、初級編ということで、ウドちゃんです。はい。さあ、やっていきましょう。皆さんであれば輪郭どう捉えますでしょうか。ちょっとじゃあのコメント欄にですね、書き込んでいただくとですね、いいかと思います。あとご自身の中の言葉を言語化してこのコメント欄に書き込むということが大事なんですね。頭の中でなんとなくこんなかなとかじゃなくてですね、ちゃんと言語化してコメント欄に書き込むということですね。まあ、ペンも筆もね、ペンも動かしたいんですけど、コメント欄にもね、ポチポチっとこう打ち込んでいただいて、アウトプットなんですね。はい、アウトプットも大事です。さあ。皆さん、輪郭どうしましょうかっていうことですよね。はい。輪郭に関しては、大きく間違えてなければいいですよということで、これをですね、このウドちゃんを三角ですとか言ったら、絶対違いますよね。はい、はい、はい、来ました。縦長です。はい、そうですね、長いんですね。これは、まあ、丸とかいう形じゃなくて、なんかちょっと、楕円とかですよね。縦長の、楕円がいいかなと思います。皆さん、どうでしょうか。さあ、まだ一人しかコメントしておりません。皆さん書くのに必死になっております。もうね、書き進めてる方もいるんでしょうか？はい、まだね、これ一緒にステップ踏んでいきましょう。はい、じゃあ、行きますよ。はい、楕円です。楕円でいいと思います。はい、僕はですね、こうです。こう引きますよね。さあ、こう引く。もう形とかはですね、もう雑でいいです。雑でいいです。これ、どうせ消すんでね、雑でいいんですね。はい、卵型でもいいと思いますね。はい。で、目線を引くと。目線のところに横棒を引きます。で、これずれないように真ん中引きます。で、髪の毛ね、乗っけてあげます。これぐらいでいいんですね。で、耳ちょっと出てますよ、ということと。さあ、皆さん、パーツを見極めましょう。はい。パーツ。まあね、特徴、じゃあ3つ上げてみましょうってことですね。特徴、さあ、皆さん、いかがでしょうか。ウドちゃんの特徴。これはね、わかりやすいと思うんですね。さあ、特徴を、三つ上げてみましょう。三つ上げた中でもね、一つぐらいはぜひコメント欄までぜひ皆さんご参加いただいてですね、アウトプットいただくとですね、理解深まると思います。さあ、言語化してですね、このコメント欄まで特徴をですね、はい、正解です。垂れ目、垂れ眉、はい、来ました。
そうですね、この方紛れもなくタレ目タレ眉さんですね。はい、お、3つ出してきましたね。これ積極的に3つ、タレ眉タレ目、鼻がでかい、間違いないですね。はい、鼻大きいです。はい、鼻横に大きい、鼻大きめ、そうですね、皆さんも大正解ですね。あ、目細い、そうですね、鼻でかい、はい、口でかい、そうですね、口もまあ割と笑ってるんでね、結構でかくなるんですけどね。はい、目尻シワ、そうですね、目尻のシワもこれもポイントですね。はい、ということで、書いていきましょう。ちょっとちっちゃくなりすぎたんで次で僕でかく書きますけども、はい、今眉毛ね、眉毛どっちかというとちょっと若干離れてるかなとかですね。で、こうですね。で、目がね離れてるんですね。顎長いです。はい、そうなんですね、顎が長いんです。亀井さん正解です。で、目が離れてますね。ここをですね、離しましょうねということですね。はい、で、鼻がでかい、鼻はまあ目が結構離れが強いので、鼻若干上に持ってくるとね、離れ目強調されますということと、まあ鼻でかくしましょうということですね。そしてこの中で皆さんまだ出てないかもしれないんですが、鼻の下長いんですね。これが分かった方いらっしゃいますでしょうか。鼻の下が長いんです。鼻の下を長くこう書いてあげることで似てきますよ。まああとですね、ここも広いんですけど、ここも広いんでこれ要注意なんですけどね。はい、まあこんな感じで書いていただくと、ウドちゃんは似ますよということなのでね、皆さん大丈夫ですかね。はい、じゃあ次行きましょう。目のシワもいいです、入れてもいいです。はい、次こちらフワちゃんですけども、この方はですね、また全然違う特徴がありますので、皆さんぜひ分析していきましょう。顔の形は何でしょう、そして特徴3つ何でしょうね。はい、目が細い、これはどっちかな。まあ、こちらの方もね、フワちゃんも目細いですけどね、ウドさんもね目細いです。はい、特徴3つ挙げて、ですね、次 T 字を読み取るとかですね。この方も結構な、さあ寄り目でしょうか離れ目でしょうかということですね。はい、そうですね、輪郭は四角でいいですね。すり目間違いないですね。はい、この方はね、ウドちゃんとは全然違う。これ垂れてます。はい、垂れてます、わかりますね、違いがわかります。こう見比べてねいただくとわかりやすいんですね。はい、まあこれは二人はねかなりわかりやすいのでね。はい、まあ耳でかい、そうですね、耳ちょっと開いて大きいかもしれません。離れ目ですね。はい、離れ目なんですね。なのでちょっと僕いきますよ、書きますよ。まあちょっと大きく書きましょうということで、さあこう来て目線横棒で真ん中で、大体の髪の毛ですね、これぐらい、目線よりちょっと上まで前髪あるかなということですね。はい、でここになんかこうね、髪の毛ありますよということですね。さあ皆さん、どんどんこう特徴、もうできたからかとかでもいいので、コメントで特徴をですね、どんどん書き込んでいただくといいと思います。はい、横長、そうですね、縦短い T 字ということで、はい、亀井さん、バッチリでございます。さあ、これ亀井さんのですね、コメントを参考にしていただいてですね、横長です。目が横長の T 字さんで、鼻は短くしていただくと似ますので、下書きやってみてくださいね。はい、まあ、離れてて、釣り目、これぐらいね、わかりやすいですね。これ親切ですね。これぐらいも親切にね、特徴を出してあげると、見た方がね、わかりやすいんですね。こんな感じで、短い。まあ、ウドちゃんもこうですけど、こちら、フワちゃんも横長の T 字さんですね、ということですね。はい、まあそうですね、これ、顎しっかりしてますね。はい、なので、そのあたりもしっかりと再現すると似ますのでね。まあ、こんな感じでやるとですね、顎が、ね、こうしっかりありますよね。このスペースを取ってあげましょうってですね。ちょっとオーバーですけどね、これ。はい。で、耳がこう開いて、これもフワちゃんでしかないということですね。まあ、下書きはこれぐらいでいいので、ペン入れでこのまつげでしたり、この目のね、黒目でしたり、この歯の感じをね、書き込んでいただくと、いいんですね。さあ、行きましょう。次こちら。はい、皆さん、やっていきましょう。この方はちょっと今までとは T 字が違いますよ。これ T 字。皆さん、見極めできますでしょうか。まあ、上にこういった丸の形が私は見えて、まあ、下もこれぐらいですかね。はい。で、目線に引いて、センター引きますと。さあ、皆さん、どんどん、さあ、この方の T 字はいかがでしょうか ?T 字です。さあ、T 字がね、大切になりますので、これ、誤るともう似ませんと言っても過言ではないぐらいね、T 字がずれるだけで似なくなるんですね。はい。はい、わかりましたかね。この方の T 字。さあ、T 字はですね、この方はちょっと近くて、こういう感じの T 字さんですね。はい、縦長 T 字さんなので、で、釣り目ですかね、若干ね、こういう感じで、こうね、やってあげて、で、鼻です。鼻。
どっちも短い。あ、そうです。まあ、鼻がね、若干長いんですかね。この方はね。はい、大丈夫です。もうどんどんこうトライしていただいて、お願いしますね。皆さん。全然間違っても大丈夫ですし。はい。このアウトプットするのが大事なのでね。まあ、これぐらいでいきますかね。僕であればね。はい。もうこれで、煮ますよ、ということです。はい。さあ、行きましょうか。次、どんどん行きましょう。はい、こちらですね。はい。はい、天海祐希さんです。さあ、あ、エリエさんがご参加いただきました。似顔絵ね、似顔絵師のエリエさん。さあ、アメリカからご参加でございます。さあ、さあ、さあ、はい。では、天海祐希さん書いていきましょう。輪郭どうですかということですね。はい、輪郭は皆さん、どのように映っておりますでしょうか、おりますでしょうか、丸顔でしょうか、はい、それとも、三角でしょうか、ね、どうでしょうか、皆さん。さあ、僕書いていきますよ。僕はですね、こうちょっと、まあ、この面長の楕円とかで撮りますかね。まあ、女性なんで丸みがちょっとあった方がね、女性らしく描けるんですね。で、目線入れます。真ん中入れます。そして、この辺に前髪。髪のボリュームがあるんで、こういう風にね、髪のボリュームをちょっと付け足して、こういう風に描いていただくといいですね。さあ、皆さん、どんどん特徴をですね、言っていただいたりですね、T 字が、この人は T 字これだとかですね、特徴こちらだとか、輪郭これだとかですね、皆さんどんどんですね、アウトプットしてくださいね。はい。ここの方が見やすいですか？はい。では、いきます。まあ、釣り眉ですね、とかですね。さあ、目はです。どうでしょうか？はい。縦長楕円、間違いないです。はい。で、目がです。そうです。鼻長いんですね。鼻長い。だけども、縦長と思いきや、目も離れてますよ、ということなんですね。はい。なので、目もこう、ちょっと離し気味で、鼻もですね、こう離してあげると、こう、天海祐希さんみたいな、こういうお顔ができますよ、ということですね。これで、ね、目が近くなるとちょっと印象が変わってくるんですね。はい。T 字が両方長い。はい。亀井さん、大正解ですね。両方ね、長い。これ、このね、目の距離も結構離れてますし、鼻も長い。これ、両方長い T 字さんなんですね。はい。なので、T 字書くときは、どっちも長くしてあげると、似ますよ、ということですね。はい。では、どんどん行きましょう。ちょっと時間が、時間をしてます。さあ、内村さん。内村さん来ました。さあ、どうでしょうか。ちょっとコメントしてたら、これ長くなっちゃいますね。ちょっとじゃあ、ペースアップしていきたいと思います。ペン入れが最後待ってますんでね。さあ、僕は上にこういう丸が見えます。で、下にまあちょっとこういう四角が見えます。私にはね、見えます。はい。で、目線。で、これまあセンター引きます。はい。で、目線のちょっと上に髪の毛来てます。こういうことですね。はい、こうです。さあ、さあ、この方は、T 字どうでしょうかってことですね。T 字いかがでしょうか。鼻が大きいのはね、これ誰が見ても理解できるんではないかなと思います。はい。皆さん、手を動かしてですね、一緒に書いていただくと、上達の近道になりますのでね、似せて書きたい、似顔絵描けるようになりたい、上手くなりたいという方は、ぜひ、一緒にですね、書いていきましょう、ということですね。はい。まあ、この方はですね、若干ちょっと、離れてるんですけど、まあ、鼻もね、こういう感じで、でかいんですね。長いので、どっちもちょっと長めにするといいかもしれませんね。はい。まあ、こんな感じで、目がちょっと離れてて、で、鼻がこうですね。でかい。こんな感じですね。で、口がこうありますよ。まあ、こんな感じで書くと、もう内村さんができます、ということですね。はい。どうでしょうか。皆さんの下書きいかがでしょうか。これですね、また後ほどですね、私の似顔絵花、アットマークで、メンションしていただくと、ね、そちらちょっと拝見させていただきたいなと思いますので、はい。で、私、リストーリーさせていただくので、そうするとですね、いろんな似顔絵師さんとこう、繋がれるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん、私を活用してですね、似顔絵の同士をね、見つけていただければと思います。さあ、では次、こちら、ローラさんです。ローラさん、いかがでしょうか。私であれば、こうね、この卵、逆卵型みたいに書きます。はい、皆さん、続々、ご参加いただいてますので、どんどんね、書いてくださいね。はい、目線と、縦入れます。結構髪のボリュームありますね。で、まあ、この辺からこういう風に前髪が降りてますと。目線よりもちょっと上ですね。この辺ですね。でもここのボリュームもあるので、ここのボリュームもちゃんと意識してくださいね。はい。はい、横短い、縦長ということですね。はい、ローラさんですね。はい。
まあそうですね、ちょっと短くも見えるんですが、まあ目が大きいんでね、この方もね、ちょっと離れ離れでやると似ると思います。離れ離れ、まあ若干縦の方がきついかもしれないんですけどね。はい、まあ大丈夫です。まあちょっとこういう目が大きくて、こういう風にですね、描いていただく、この目と眉が近いとかね、ところですね。あとは鼻がこうシュッと長いですよというところ、まあ口はもうあんまりいらないかなっていうぐらいちっちゃいですね。これぐらいにしてあげると似るんです。あとはね、ペン入れでディティールを入れていくということですね。あと髪のボリュームを意識しながらこう描き込むという感じですかね。はい、まあこれで、ローラさんいいかなと思います。さあ次こちらです。さあ今はね話題のお方でございますけれども、はい、岡村さんです。岡村さん下書きをしていきましょう。まあまあこういうね、ちょっと面長系でもいいと思います。さあそして目線、そして、縦センターラインで、目線よりも割と上です。割と上に髪前髪来てますので、これぐらいにしてあげて、で耳がこうちょっとピョンって出てますね。はい、で、どうでしょう、特徴をね、3つ挙げてみると、まあ、目が大きいですかね。さあこの方、鼻の下長いの分かりますでしょうか。皆さん鼻の下が長いんですね。これもね、見極め、どんどんね、いろんな方を書いてるとですね、分かってくるんですね。自然とですね、見えるようになるんです。これ職業病とかですね、やってる方だけが見える世界がやってくるんですね。なのでですね、皆さん今見えてないという方は、まだね、書き足りない。分析が足りない。見足りてないということですね。どんどんいろんな顔見て、いろんな顔を書いてですね、いただくといいかと思います。はい。で、まあ、眉毛がちょっと、まあ、垂れてはないですね。つってるかな。で、目が、こうね、近いんですね、この方。で、大きいです。で、鼻はどちらかというと、長めですね。とか、まあ、縦長 T 字さんですね。耳でっかいですね。間違いないです。で、鼻の下は長く、ね、長いですね。ここ長くすると、岡村さんらしくね、こう、下書きが書けます、ということなので、これは縦長の T 字さんですよ、ということですね。はい。さあ、どんどん行かないと、これ時間がですね、皆さん、どんどんちょっと集中力が、切れてきてます。大丈夫ですか皆さん。さあちょっとですね、今髪を変えていきます。さあ皆さんどうでしょうか。まあ、大悟さんはこうありますよね。で、目線こう縦棒を引いて、この辺りに髪の毛が落ちてくる。そして髪のボリュームがある。髪跳ねてるね。で眉毛つってるけども目が垂れて、さあ離れてるんですね。こう離してあげると、で鼻が長いですね。で口がちょっとこういった口です。これでもう大悟さんですね。はい、この方はどっちも長い T 字さんですよということですね。はい、さあ長友さん行きましょう。ちょっと皆さん疲れてきてますか。これは僕は、はい、まあ後でね、これ IGTV にね残しますので、またぜひ皆さん復習をしていただいてもいいと思います。はい、まあ長方形ね、髪の生え際描きます。耳描きます。で、まあ眉描きますと。で、目はちょっと離れてつってる、こんな感じ。離れてます。で、鼻が大きくてちょっと長い。大きいんですね。で、ここですね。この方も、こういう感じでね。ちょっと今笑ってるんで分かりづらいんですが、鼻の下長いんですね。まあ、こんな感じでしていただくと、あとはヒゲです。これで煮ますと。ということですね。はい、で、こちら最後です。最後。はい、下書き最後です。頑張りましょう。こちらはですね、以前このインスタライブにリクエストいただいた新垣結衣さん、ちょっとお願いしますということですね。まあ、この方は卵型でしたり、ちょっと丸とかでもいいと思いますね。はい、まあ、こういう方難しいんです。今までちょっと特徴的な方はやってきましたけども、今回ちょっと難しいと思いますよ。はい、で、目線のこれぐらいに髪の毛来てますと。で、髪の毛がこんな感じでね、膨らみがあります。そして、こうあります。で、目ですね、目が横に、まあ、目が大きいです。で、ちょっと、やっぱりこの方も先ほどのね、どっちも長い T 字さんなんですね。どっちも長いです。はい。で、口が結構横に広いですね。とかですね、こういう感じで、書いていただくと、似るかなと思います。これも、長友さんも、まあ、どっちも長いんですけども、ですね、新垣結衣さんも結構どっちも長い。また、長友さんに関しては、ちょっとね、横の方を強めにすると、似やすいかもしれませんね。はい、ガッキーはほんまに難しい。はい、そうですね。ガッキーはね、似顔絵師でも描きたくないお顔に入りますよ、これは。はい、なので、まず始めたばかりの方はですね、こういった難しい方というのはね、やっぱりこういったね、キャラクターっぽいね、特徴分かりやすいお顔を描きましょうということです。自信がね、どんどんそがれていきますのでね、こんなね、美人さんばっか描いてたらね。
とどんどん自信がこう削れてなくなってしまうので、これちょっとね、簡単なね、特徴分かりやすい方書きましょうということですね。さあ、ここまで、下書きでウォーミングアップができましたということですね。皆さん、ウォーミングアップできました。さあ、今日ペン入れこちらですよ。さあ、最近ですね、ご結婚されました。50歳です。50歳ですね。はい。この50歳になられたというね、岡村さんをですね、皆さんでね、祝福の思いを込めてですね、今日ペン入れまでぜひやって、今日はさよならと したいと思います。ぜひ皆さん、岡村さん今一緒に、書いていきませんかということですね。はい。では、やっていきましょう。さあ、皆様の岡村さんを見せてくださいということですね。今画面で見れないのがちょっと残念なんですけども、皆さんの岡村さん、この後、ぜひですね、似顔絵花をちょっとメンションしていただいて、ぜひ私まで届けていただきたいなと思います。はい。で、その後ですね、私、リストーリーさせていただくので、気になったね、似顔絵師さん、気になった絵の方がいれば、ぜひですね、つながっていただくと、どんどんこのお絵描きがね、みんなで楽しくできるんじゃないかなと思います。さあ、先ほどのね、描いた縦長の T というのを、皆さん覚えておりますかね。はい、こういう感じでね。さあさあさあ。で、鼻長いですね。鼻長いです。そして、鼻の下長いです。ということですね。はい。もう下書きこれぐらいでいいので、あとは、ペンで書き込もうというところです。まあ、あと小柄な方なんで体ちっちゃくていいですね。はい。小柄な方なので体ちっちゃくていいですよということで、まあこんな感じで、下書きできましたら、ペンで皆さんのペン入れ見せていただきたいなと思います。さあ、皆さんもぜひですね、一緒にペン入れしていきましょう。ちょっとですね、これを変えて。さあ、ペン入れ、皆さんのペン入れですね。はい、人によってですね、書き方全然違うのでですね、いろんな方の絵を見て見比べていただくと、また何か発見なんかもあるかと思うのでね。はい、ぜひ、思い思いの岡村さんをですね、この後、皆さんご披露会やっていきましょう。さあ、皆さん書いてますか？よいしょ。はい、ではいきますね。私は左の輪郭から書きますということですね。よいしょ。さあ、皆さんもう5分頑張りましょう。もう5分で、終わりますのでね、もう5分頑張って、いきましょうということですね。さあ、岡村さん、皆さんの岡村さんをぜひですね、書いて、くださいということですね。さあ、まず左書いて右書くっていうのね、僕 YouTube でもよく言ってますけども、バランスがずれないように左から書いて、右利きの方ですけどね、右利きの方は左側、ちょっともみあげが長いですね、岡村さんね、こんな感じでね。はい。もうすでにね、岡村さん書いてる方いらっしゃったんですけどね、はい。ぜひ、もう一度ちょっと書いていただいても、ちょっと違うパターンで書くのもね、面白いんじゃないかと思います。はい。大きい紙に書いてる。そうなんですね。この下書きもですね、ちっちゃいとやっぱバランス取りやすいんですけども、大きくすると、難しくなるというのが、あるんですね。なので、まあ、ちっちゃく練習するのもいいんですけど、時にはですね、大きい紙で、練習していただくと、実践に向けてですね、似顔絵の練習になるかと思います。はい。で、紙もですね、無造作にね、こういう感じで、やっぱ左を書いて、左見ながら右を埋めるというこの手順、皆さんちゃんと癖づけるとね、バランスのいい似顔絵が描けるんではないかなと思います。で、耳が結構大きいというか結構開いてるんですね。こういう感じで開いてあげるとですね。はい。で、前髪を埋めます。まあこれ今見ていただいても、実際に描いていただいてもいいですけどね。はい。まあ IGTV には、残しますのでですね、ぜひ皆さん何回も見て、何回もね、一緒にやっていただくといいと思います。はい。でですね、なかなかね、一人だと練習がね、ちょっと進まないんですよねっていう方も結構いらっしゃるんですね。はい。なので、この毎週僕、この今、インスタライブですね、継続しております。これ、6回目ぐらいなんですけども、これにですね、皆さん、ぜひ参加していただいてですね、来週はちょっと、次週は金曜日ですけどね、毎週、次の週は金曜日、また次の週は土曜日ってことで、交互にやってきますので、皆さん参加いただいて、この時間ね、一緒に書いていただくだけでも、どんどんスキル上がっていくんじゃないかなと思いますので。さあ、皆さん、何か質問とかあればですね、
質問していただいても大丈夫です。僕は書きながら、全然喋る感じできますので、はい、何かご質問、なんかわかんないなっていうところがあればですね、コメントいただければ、さあ、この時間であればお答えいたしますよ、ということですね。はい。まあ、こんな感じで、大体これで土台ができました。ペンリーしていきましょう、ということですね。はい。さあ、皆さんの岡村さんはどう仕上がっているのか、ということですね。はい。まあ、こんな感じで書いて、で、逆のね、眉毛を書くと。はい。なんかですね。で、目が大きいですね。ということですね。目が大きいんですね。目が大きいので、目は大きく、その通り書きましょう。ということですね。で、まあ、ちょっと、細めですけど、二重ですよね。ということとね。はい。で、こっちの目も、こういう感じでね。はい。で、上まぶたちょっとこう、太くしてあげると、こう、立体感が、絵に出てきます。ペン入れだけでも立体感が出ますので、ね、このペンの線の太さの強弱もある程度こう作っていただくといいんではないかなと思います。さあ、皆様の岡村隆史さんはどんな感じで仕上がっていますでしょうか。ぜひですね、後で見せてくださいね。はい。まあ男性の方はね、この黒目も塗りつぶしていいと思いますね。はい。男性の方は、まあ女性のね、目が茶色い方でしょ。まあ男性でも目茶色い方いるんですけども、そういう方は、ちょっと、ここ塗りつぶさないで、スペース開けといて、後で茶色を塗るとかですね。はい、していただくといいかなと思います。さあ、ここまで来ました。さあ、ここから鼻筋を書いてですね。はい。で、鼻が、割と長くて、ちょっと大きいんですね。はい。なので、こんな感じですね。はい。こんな感じですね。ちょっと大きめで書きましょうと。行きましょう。さあ、皆様、ラストスパートです。ラストスパート皆さんどうでしょう。さあ、もうできてる方いますか。できてる方、ちょっとコメントでお知らせください。もう僕できましたけど、みたいな。ね。ちょっと余裕だったんですけど、みたいな方いればですね、コメントまで。ちょっと、花さん遅くないですかみたいな。ね、方いればですね。はい。実はお猿さんみたいなね、こう印象あるんで、ちょっとお口もこう、ちょっとこんな感じでしてあげると、可愛く描けます。ちょっとね、遊びを入れてあげても、なんか可愛く。仕上がりますのでね、こんな感じね。はい。さあ、これで、大体もう、岡村さんが、完成です、ということですね。はい。まあ、ちょっとイケメンになっちゃいましたけどね。はい。まあ、鼻の下を長く、ということでね。こんな感じでやっていただくと、岡村さんが、描けます、ということですね。さあ、皆様の絵はどうなっておりますでしょうか。はい。いい感じで仕上がりましたかね。はい、ということで、お疲れ様でした。まだの方はまあちょっと続き書いていただいても大丈夫ですし、はい、ということで今日は、こんな感じでですね、下書きからの一人ちょっとペン入れまで、まあ最近ご結婚されたということで、30代の一般女性の方らしいですね。はい、50歳でゴールインということですけどね、おめでたいですね。ちょっとこんな感じでね、書くといいかな。はい、では今日はですね、ここまでと。なります。じゃあちょっとカメラを切り替えて、行きたいと思います。着色見たい方いますか？着色見たいぞという方いらっしゃいますかね？いらっしゃるのかな？まあ、時間が大丈夫なんであれば、着色もちょっとやってもいいですけどね。僕の着色はですね、まあまあ早いです。はい。さあ、どうでしょうか。見たいですと。はい。さあ、見たいですという方と、バイバイの手を振ってる方と、じゃあやります。やりましょう。これね、消える色鉛筆というね、ね、書いてるんで、こう練り消しでさっと消えるんですね。練り消しで消えます。あ、これ手上げてるってことですね。手上げてるんです。見たい人手上げてるってこと、バイバイじゃないんですよね。手を上げてるんですよね。はい。さあ、では、ささっとですね、ここから僕がちょっと亀井さんがすごい勢いで見たいです。じゃあちょっとトップスピードでちょっと僕行きますけども、さあ、ここにアートスティックスで見たいですという方多いんですね。皆さん大丈夫ですか？この後ね、ご家族の時間とか大丈夫ですか？はい。僕はまあ大丈夫ですけども。じゃあ行きます。アートスティックス、まずピーチです。ピーチ。これはですね、肌色を塗ります。
さあ、いきますよ。はい、僕はですね、なかなか早いんですね。こんな感じで。もう慣れるとね、これぐらい早いんですね。はい、もうこれ、塗る手順もですね、まあ、そんなにめちゃくちゃ決まってるわけじゃないんですけど、もうこの同じ角度で塗れるとこ全部塗っちゃうみたいな感じですね。塗りやすい角度があると思うので、これね、紙を回転させながらですね、塗っていただくといいと思います。さあ、皆さんもちょっと色塗りちょっとできる方はやってみてください。これ髪の影が、おでこに落ちますとですね。さあ、結構見たい方いらっしゃるんですね。アートスティックスなんでね、なかなか持ってる方は少ないかなと思うんですけども、まあ、ぜひですね、ちょっと参考にしていただければいいかなと思います。さあ、もう色に入ったら僕全然もう喋れますので、何でもご質問いただき、ちょっとペンはですね、さすがにちょっと集中力いるんで、たまにちょっと黙っちゃうんですけども、もう着色ならもうね、何でも同時にできますということなので、はい、皆さんこれぐらいですね、この肌色だけでですね、立体感を生みながらですね、塗っていくんですね。さあ、なるべくこのね、髪の白さは残さない方がいいんですね。髪の白さ、この真っ白なところってほぼないんですね、お顔の中で。なので、ハイライトは本当に少なくしてあげましょうとですね。さあ、塗るとまたね、こう、かなり、人間味が出てきますよね。はい、まあ、こんな感じでですね。さあ、皆様の岡村さんいかがでしょうか。こうです。これでもピーチが、完成ですよね。これでもベースが塗れました。さあ、次はこれピンクですということですね。ピンクで、血色を入れます。この肌色だけだとやっぱ物足りなかったりですね。ちょっと冷たい印象が残るので、この耳のね、上が一番に、お顔の中では一番このね、色が、赤みが強いと言われてますので、こっから下はね、グラデーションで薄くしていくということですね。はい。で、ほっぺたで入ります。ほっぺたはもうね、ピーチが肌色入ってるんで、さーっと滑らせるぐらいですね。さーっとね。はい、これもですね、本当に僕何枚何名ね、似顔絵描いてきたかわかりませんからね。はい。慣れます。これ最初難しいんですけど、慣れます。まあ、ほっぺ、耳。で、まあ、ちょっと顎とかも血色入れるといいです。顎、まあ、この、ね、鼻筋とか鼻のてっぺんでもちょっと入れるといいですね。で、おでこも若干入れるといいですということですね。はい。で、このピーチで塗るところは、あとここです。このね、唇のところですね。はい。こんな感じで。さあ、早いですか？どうですか？さあ、これで、できましたと。で、ここがですね、まだ立体感、陰影弱いですよね。なので、ここでですね、次は、シエナブラウンさんの登場です。はい、これで影を入れるんですね。影入れます。この顔の下はもう本当に強い影が入るので、ここも塗りつぶすぐらいでもいいですかね。はい。はい、こう塗りつぶす。そして、この輪郭の下の方は、こんな感じで、影になりましたね、とかですね。はい。で、鼻の下も強い影が落ちます。まあ、大きい物体の下には、ちょっと強めの濃い影が入ります。なので、一番濃い影は、この首、首のところですね。顔が一番物体としてはでかいので。はい。で、この上の唇もちょっと塗ってあげましょう。ですね。で、唇の下の唇の影が肌に落ちます。というところと、はい。あとは、この涙袋のところですね。あとは、口角のところに入れてもいいですし、あと、ほうれい線若干ね、入れてあげてもいいかなと。はい、そうしましたら、この鼻筋もちょっと入れて、で、ここですね、髪の毛の影です。髪の毛の影をこう入れますと。さあ、皆さん、結構今日長丁場ですけど、集中力切れてないですか？さあ、皆さん、ご質問あればですね、全然今、聞いていただいたら僕を、塗りながら答えられますけどもね。はい。さあ、皆さん、何かありますか？はい。で、これ、服が多分焦げ茶色なので、焦げ茶を塗りますと。はい。さあ、皆さん、本当にね、見てるだけでは、描けるようにはなりませんよ、ということですね。はい。これ一つ例え話なんですけども、まあね、オリンピック選手とかね、いますよね。あと、バスケを試合見たり、サッカーの試合見たり、なんか上手くなった気になるんですよね。はい。でも、それ見てるだけではやっぱ上手くならないですよね。はい。やっぱり実際に自分がプレイしてみないと、わからないんですね。自分の現在地がわからないんです。なので自分の現在地を確認するという、ためにもですね、まず書くと。
それで確認する、そしてプロとの差を、見極めるということですね。はい。で、どこが足りないのかな、僕はどこが足りないのかな、私は、もっとどうしたらいいのかなというところを、自分で分析してですね、それも書かないと分かりませんのでね。はい。なので、ぜひ皆さん見るだけではなく、YouTube を見て満足ではなく、書きましょうということですね。さあ、それで、焦げ茶の服濡れました。で、次、髪の毛ですね。黒です。これは結構寝かせて塗ると、短時間で塗れます。で、これ、手を早く動かせば、摩擦で、結構色が乗るんですね。はい、あとはこれはですね、寒い場所で塗ると色が乗りづらいんですね。寒いところで塗ると色鉛筆、アートスティックスが硬くなるので、はい。まあ、なので、あったかい場所で塗ると、柔らかくなりますね。野外のイベントとかだともう柔らかすぎてね、もう、どうしようってくらい柔らかくなっちゃいます。はい。場所とか、気温の、でも変わってきますよですね。さあ、これぐらいね、もう早くなるんですね。もう慣れてくると。はい。さあ、なんかごめん、いや、これでアートスティックス先削ってないんですね。これ使っていくうちにですね、だんだん削れていくものなので、これ、あえて削るとかはしなくて大丈夫です。もうこの状態でですね、塗っていくうちに角が落ちて、こういうね、形になっていきます。これですね、僕はこういう形ですけども、違うアーティストであれば、本当にもう円柱みたいな、こう、鋭く尖る方もいますしね。人によって、ちょっと減り方は違うんですけども、削ってはないですけどですね。はい、こんにちは。高橋さん。ですね。はい、カリカチュア大好きの高橋さんですね。はい。さあ、あとはですね、眉毛ですね。眉毛を塗りますと。皆さん、体力大丈夫ですか？皆さん、さあ、これでね、だいぶ、岡村さんらしさが。あとはですね、このまぶたの影が白目に落ちるということで、これでまた立体感も出ますということですね。はい、まあ、これでね、大体が完成です。さあ、皆さん、コメント大丈夫ですか？ご質問ございませんでしょうか？さあ、あとは背景簡単に入れましょう。僕、背景はなかなかこれ早いですよ。はい、僕はちょっと、青いイメージがあったので、この内側から、こうね、ガシャガシャガシャっとね、さあこんな感じでですね、これもですねコツがいるんですけども、もう慣れたらもうねベテランの似顔絵とかもめちゃくちゃこう巧みに使いますからね。はい、まあ、こんな感じでね、ここを濃くして、まあ、内側から外側にグラデーションのタイプのこれは背景ですね。ありがとうございます。すごい綺麗ということですね。はい、アートスティックス使い始めに半分には折らないで使ってますか？はい、僕は折らないで使ってます。はい、なぜかというところも説明ちょっと入れていきたいと思います。これですね、このまま使うとですね、最終的にこういうぐらいになってきて、まあ、持つ部分がこれなので、ここまでしっかり使えるんですけど、折ってしまうとですね、両方がですねこれぐらい余っちゃうんですね。はい、これぐらい両方で余っちゃったらもったいないですよね。ってことで僕はもうこれ一本丸々を使って、ここぐらいまで、もう限界まで行くと、まあ僕の中ではもうこれぐらいでもう限界なんですけどね。限界まで来るともう濡れませんのでね。はい。はい、岡村さんの難しいところはどこですかというところですけども、はい、Cさん。難しいとこは、まあ、どこですかね。目元ですかね。なんか、結構これ、目をね、黒目をこう出さないで描いちゃう方いると思うんですけど、そうするとちょっと似なくなるかなっていうのが、黒目をね、こう、丸々今出てるので、これを出すとか、ってしていただくといいんじゃないかなと思います。逆にこれが出てないとちょっと似なくなるかなっていうのがあるので、そこがちょっと難しいと、目を描くのって結構難しいと思うんですね、僕。はい。ということで、そんな感じですかね。あとは、ありがとうございます。アートスティックスめっちゃいいですね。はい。ありがとうございます。すごすぎて見入ってします。ありがとうございます。はい。まあ、これはですね、キャリアですね。書いた数です。書いた数が、実力になっていきますのでね。はい。ということでですね。はい。そうなってるのです。はいはいはい。はい。はい。ということで、まあ、こんな感じでですね。あと、こっちの背景塗りましょう。はい。あとですね、皆さん、これもちょっと僕お伝えしたいことがあるんですけども、
筋トレですよね。筋トレありますよね。1日ですね、筋トレ、腹筋1000回やりました。さあ、腹筋つきますでしょうか皆さん。1日ね、1000回、まあもしくは、5000回腹筋やったぞと。ね。1日やっただけではね、こう腹筋なんかつきませんよね。はい。そういうことなんですね。まあ似顔絵も同じなんですね。1日ね、7時間、8時間、やったぞと。俺はやったぞと。練習やったぞと。言ってもですね、やっぱなかなかうまくならないんですね。なので毎日10分でもいいので、コツコツですね、練習していただくということが、成功じゃないな、上達への近道なんではないかなと思いますのでね、皆さん、ぜひですね、毎日10分、似顔絵タイムをですね、作っていただいてですね、似顔絵上達に向けて、喜ばれる似顔絵が描きたい方もいれば、ね、何かの検定とかね、似顔絵検定とかに受かりたい、似顔絵の大会で上位入りたいという方もいればですね、いろんな方いらっしゃると思うんですけど、ぜひですね、この毎日継続、毎日10分、僕は今まで10年間似顔絵を描かなかった日はないです。はい。毎日絶対描いてましたね。はい。まあ、これが今の、まあ、僕まだまだなんですけどね。はい。毎日描く。これ大事です。はい。毎日やるのが大事。そうですね。チョークアートさん。はい。そうですね。継続が何より大事なんではないかなと思います。はい。つかない積み重ねですか。はい。そうですね。はい。なので、この積み重ねというのが、やっぱり、大切に、なりますのでですね。皆さん。はい。ということで、こんな感じでね、岡村さん完成しました。ということで、皆様のですね、書いた岡村さんをですね、ぜひですね、メンション、似顔絵花で、メンションいただいてですね。はい。ちょっとカメラを切り替えますけども。はい。ということで、皆様、ちょっと今日はですね、盛りだくさんです。盛りだくさんの一日になりましたけれども、インスタライブとなりましたけれども、皆様、大丈夫でしょうか ?1 時間経っちゃいましたね。これ、そういえば1時間丸々で切れちゃうんです。あと5分で切れますので、はい、そろそろね、着地したいと思います。はい。はい。はい、各スピードを上げるためにやったことありますか?これはですね、先ほどもお伝えしたのですが、まあでも下書きをですね、1分で書くというのはかなり重要になります。下書きでですね、結構多いのが1時間、2時間、下書きで1時間かかりますという方が多いんですね。よく聞いてるとですね。なので、下書きまず早めるということとですね、あとは数を書くということですね。はい、僕はもう10年間毎日アホのように書いてきましたということですね。これが今のちょっとした自信につながってます。まだ完璧じゃないんですけどね。まあ、完璧なんかいないというふうに似顔絵の日本チャンピオンの方も言ってましたけども、似顔絵でね、100人描いて100人似せれるやつなんかいねえよとね、そのチャンピオンが言ってたんですけど、まあ、確かにね、100人描いて100人をね、バチッと似せるなんてね、やっぱ人間もね、機械じゃないんで完璧はいないんでね。はい。ということで、まあ、数は大事かなと思います。あと、下書きが、キーになりますということですね。スピードを上げるということですね。はい。あと、まあ、アートスティックスで着色であれば、やっぱ経験ですよね。数を書くということです。ペン入れまで行きました。嬉しいです。ヨガです。ゆかりさん。よかったです。ぜひですね、まあ、行ければ着色まで行っていただくといいかなと思います。あと、まあ、ぜひですね、途中経過でもいいので、この後、似顔絵花、アートワーク似顔絵花メンションで、ぜひですね、投稿いただければですね、私のワンポイント、アドバイスとですね、あと、メンションしますので、ぜひこのインスタライブ今26人います。26人、24人になった。この24人と繋がれますので、なかなか周りに似顔絵描く人いないと思うんですね。はい。なので、この24人と繋がっていただいてですね、どの楽しいですね、似顔絵ライフを皆様に送っていただければ、僕はめちゃくちゃとっても嬉しいですと。そうですね。はい。とても良かったです。ありがとうございます。キャパオーバーですね。ちょっと最初長かったですもんね。ちょっとあれ減らせばよかったですね、人数ね。はい。まあ、これ動画残りますので、この後ぜひ確認してみてください。この後何回でも確認できますので。スランプになった時からの復活はどうしてる?そうですね、スランプなります。僕も髪をぐしゃぐしゃにして破り捨てるとかいうこともありましたけれども、そうですね、もう一人のモデルが似ないから、と言って、そのモデルをね、負けず嫌いとかでこう、やり続けないってことが僕負けず嫌いなんですけどね。
やり続けて、こう、はい。そうですね。なるべくこう、ちょっと難しいな、この人いないな、できないなってなったら、違うモデルに行って、違うモデルで、まあ、リフレッシュして戻ってくると、意外と書けたりするんですね。で、まあ、次の日、また書いてみると、意外とうまくいったりですね。あとはですね、まあ、岡村隆史、似顔絵とかで検索すると、まあ、似顔絵師の岡村隆史さん上がってますので、それをちょっと参考にするとかですね。こういうことをやっていただくと、あ、こうやれば似るんだっていうのはね、理解が深まると思いますので、いいんではないかなと思います。ぜひ、あとは、まあ、数を毎日書くということが大事かなと思います。左利きですか？僕は、これちょっと多分反転してるんであるんですけど、僕は右利きです。右利きですですね。はい、ということで、あと1分で切れますということですね。はい、ということで、今日はいかがだったでしょうか？皆さん、ぜひですね、この後メンションでですね、アップしていただいてですね、ぜひこの似顔絵花の、メンションしていただいて、私リストーリー皆さんしますので、ぜひ繋がってくださいね。アットマークで皆さん飛べると思いますので、ね。はい、ということで、あとですね、本日中にですね、お申し込みいただければですね、明日10時から、明日、10月25日、日曜日の10時から、無料体験のグループレッスンがあるんですね。似顔絵花、私のね、グループレッスンあります。あと2名参加可能ですということです。本日中、あと2時間あります。2時間以内にお申し込みいただければ、明日の無料グループレッスンに参加できますので、ぜひ皆さん DM でもいいので、送っていただければと思います。はい、ということで、14秒で切れます。はい、以上になります。行動に移さなければ明日も今日と同じですってことですね。はい、行動に移せば明日は何かが変わりますということで、あと4秒皆さん今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。さよなら。Smile, and how you made me smile.